お世話になっております、マサルです。今回はデジタルフォレンジックスについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずデジタルフォレンジックスとは何か概要をお話しします。その後デジタルフォレンジックスで大切なことについてお話しします。それでは始めていきましょう。デジタルフォレンジックスは、法的なトラブルが発生した際に証拠となり得るデータを収集分析することで法的な信頼性を明らかにする手段や技術のことを言います。 IPA が公開しているインシデント対応へのフォレンジック技法の統合に関するガイドによると、デジタルフォレンジックスの手順は収集、検査、分析、報告で構成されています。収集はデータの取得、検査は特に注目に値するデータの抽出、分析は調査結果の分析、報告は分析結果の報告です。収集と検査のフェーズでは完全性を保護することが重視されています。完全性を保護するための方法としては、ログを集中管理すること、一度だけ書き込めるメディアワームを利用すること、また HMAC を利用してログの前後関係を保証するなどがあります。これらの対策を行い完全性を保護しましょう。次にデジタルフォレンジックスで大切なことについてです。代表的なものとして時刻同期をすること、ログの取得順序をあらかじめ決めておくことが挙げられます。デジタルフォレンジックスにおいて時刻情報はとても大切な要素です。ログ分析時、各機器で時刻同期がされていない場合、正確に分析をすることが難しくなります。なので必ず時刻同期をしておきましょう。またインシデント発生時、ログの取得順序を決めておくことも大切です。原則としてキャッシュに記録されている情報など、すぐに失われてしまう情報を優先して取得するようにしましょう。その後ハードディスクに保管されている情報などを取得し、最後にアーカイブ用のメディアに保存されている情報などを取得します。どういうログを優先して取得するのか、これも大切なので覚えておきましょう。それでは今回はデジタルフォレンジックスについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はデジタルフォレンジックスについて一緒に勉強しました。デジタルフォレンジックスが注目された事例として、将棋ソフトの不正使用疑惑があります。ある将棋の棋士が対局中の離席が多く、離席して不正に将棋ソフトを利用しているのではないかという疑惑がかかりました。疑いのかかった棋士は不正をしていない証拠としてスマートフォンをデジタルフォレンジックによって分析してもらうことにしました。調査の結果、スマートフォンに将棋ソフトがインストールされていないこと、パソコンを遠隔操作できるソフトが導入されていないことが判明して、棋士は疑いを晴らすことができたという事例です。これから先時代が変わっていく中で、私たちもデジタルフォレンジックスによる調査というのが身近になってくるかもしれません。今のうちにデジタルフォレンジックスという概念をしっかり覚えておきましょう。それでは今回もおまけトークまで聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。